自分でこの動画何回も見るかもしれません、落ち込んだ時。失恋に関してはめちゃくちゃ経験あるので。記念すべき第1回、ミサトーク。さっき決まりました、題名。今回は大切な大切なお友達のフィールドホッケー選手、永井葉月ちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。呼んでいただいて。ありがとうございます。来ていただいて。だね、葉月ちゃんとはですね、The Gingers っていう、ヴィーガン、お野菜生活をしているアスリートたちの、まあ、集いがありまして、そこで偶然に出会ったと。で、なんと、東京オリンピックの選手として内定されました。はい。はい。そうです。三兄弟で、なんと、内定されてまして、すごすぎ。いやいや。で、お父さんが、リオデジャネイロか。の元代表監督だったっていう。もう本当にホッケーしか知らないホッケー家族です。コロナの中で状況がいっぱい変わって、で、応援してもらえるか不安だしっていう記事を読んで、で、それが多分4月ぐらいだったんだけど、気持ちの変化変わったことがありますか？ずっとオリンピックにかけてきた思いっていうのは本当に強くて、で、リオ、もうその結果が残せなかったんで、その時からもう絶対に東京のオリンピックが決まった瞬間に、あ、もう絶対ここでもう借りを返したろうって自分の中では本当にと誓って頑張ってきたのに、結局1年延期になってもう本当にショックで、もうなんか本当にやりたくないなと思ったんですけど、でもまあ延期になっただけ、まあ、マシだなと、まず考えれるようになったし、やっぱこういう状況でも応援してくれる方って本当にたくさんいるんだなって、まあこういう経験をしてすごく思ったので、もうとにかく今はすごく前向きに頑張ってます。では、じゃあここでですね、日本の方々から質問をいただいております。はい。準備よろしいでしょうか？ドキドキ。第1問。だらん。30代女性、会社員、なんか、ラジオみたいな、私がスケジュール確認を忘れていたせいで、納品が遅れ、外クレームにつながったことで、プロジェクトから外されてしまいました。このことでもう2週間以上落ち込んでて、何をやってもうまくいかなくなりました。永井選手なら、何かでミスをしてしまったとき、どのようにして立ち直りますか？そっか、でも、ミスしたときって本当に落ち込みますよね。やっぱり一回落ち込むと、なかなかこう自分のメンタルって戻すことができなくて、それからまたずっとずっと違うことでもミスしちゃったり、やっぱ落ち込んじゃったり、うまくいかなかったりって、私はすごく、そういうのも経験してるんで分かるんですけど、なんかもうまあ仕方ない、もうやっちゃったわっていう、こう割り切れる気持ちを作るっていうのと、そのミスを、まあミスで終わらせないっていうか、例えばこう、はい、自分のミスで失点してしまった。じゃあ次のプレーはもう絶対誰よりも、いいプレーをしようとか、次のプレーで挽回しようとか、どん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 その試合の中でもポジティブにまあ考えを持っていく、やっぱそういうところが負の連鎖を止める要素になると思うので、ミスしない人なんて多分いないと思うので、マイナスに自分が持っていかないような気持ち作りっていうのはすごく大事だなって思ってます。そうだね、なんかじゃあいい諦めをしてそのミスを生かすという、うん、なんともアスリートらしい、はずきちゃんらしい答えです。めちゃ勉強になります。自分でこの動画何回も見るかもしれません。落ち込んだ時。質問、ナンバー2。ダダン。29歳女性、またも会社員の方です。最近6年付き合った彼氏に振られました。30手前にして結婚を考えていましたが、私は美人じゃないし、コミュ力も低いので、次の相手が見つかるか不安で仕方がありません。
毎晩涙が出てしまっていて、少しでも前向きになりたいのですが、どうしたらいいと思いますか？いや、きついな、これは。いいですね。失恋に関してはめちゃくちゃ経験あるので。おっと。すごい今心が痛むんですけど、私もなんか一回めっちゃバンと落ち込むんですよ。もうこれ以上にない落ち込み方をするんですけど、相手を多分責めるよりも、やっぱり自分に足りなかったことは何だろうっていうのを一番最初に私は考えるよう、まあいろんなことも考えるようにしてるので、まあ例えば外見もそうだし、自分のその私生活もそうだし、あ、じゃあ直せるところか自分は直そう。一回私めちゃくちゃ太った時あって、10キロくらい。うん、で、その時に、本当自分なんかもうぶっ細工やなって自分をめっちゃ見てたんですよ、うん、けどそれがすごい悔しくて、あ、もう絶対にこう見返して やろうって思って、そっから自分もまあ無理ないダイエットをし続けた時に、あ、葉月なんかすごい痩せたね、なんかすごい綺麗になったねってこう言われた時に、あ、そうだ、やっぱり自分に足りなかったのはこれだっていうのを気づけたので、振られた元彼のことを考えるよりは自分がなんか変わろうっていう気持ちになるとすごい自信がつくと思います。では質問3、ダダン、40代女性主婦の方です。はい、毎朝6時に起きて子供と旦那を見送って、家事して買い物して晩ご飯作って片付けてと気づいたら手が空くのはいつも夜遅くです。土日もなんだかんだやることがあるので自分の時間がありません。美里ちゃん、永井選手も練習や家のこととか忙しいと思いますし、練習は体力も使うし疲れて寝ちゃいませんか？どんな生活、時間の使い方されてますか？だそうです。難しいですね。私だったらもうまとめて、もうこの時間までに何かをやっちゃうって、もう本当にそこでぎっしり詰めちゃうかもしれないです。あ、後から自分の時間があるって思えたら、そのなんか忙しいスケジュールも自分の中でこなせるかなって私は思ってるので、うんうん、もしくは次の日の準備をもう全部夜に終わらしちゃう。わかる、できた時気持ちいいよ。そうなんですよね。で、朝ちょっと余裕出るみたいな。私料理好きなので、作り置きしちゃえって言っていっぱい大量に作っといて、火水と木までその作り置きで乗り切るから、料理する時間をちょっと減らすとか。なるほど。あ、ま、うん、あ、私まあ私もなんか前日の準備とかすごい好きなんですが、うんうん、子供をなんせ持ったことがないから、多分イレギュラーなことめっちゃ起きるんだろうなと思って、それに対してどうかなと思った時に、うん、自分がびっくりするほどしんどい練習して体動かんって時に、メンタルやられるから何してたかっていうと、もうなんかここまで動いてくれたワイの体本当にありがとうってやってた。セルフラブですね。セルフラブ大事ですね。はい、大事。質問その4、はい、ダダン、30代女性、会社員、そして営業、プレゼンでいつも緊張して本来の実力が出せません。事前準備をしっかり行ってるつもりなのに、いざクライアントを目の前にすると全く喋れません。しかもたくさん噛みます。永井選手、小松原選手が試合に挑むとき緊張しないようにいつもやっていることがあったら教えてほしいです。まず緊張する？試合は私あんまり緊張しないです。私はルーティーンがあって、うん、でそのルーティーンはもう本当に試合前なんですけど、一回こう目をつぶって頭下げて10秒カウント、10、9、8、その中で自分の中で一回ふーって落ち着いて、ゼロでバンっていくみたいな。あとはまあ白いヘアバンドが私はまあトレードマークに今なってるのかな、なのでそういうのヘアバンドをつけて、まあアップの時につけるんですけど、その時にもう試合モードに気持ちを作るというか高めるというか、うん、そういうことをしてるので、ある意味そういうプレゼンとかする前に何か落ち着くようなルーティーンっていうものを作ってもいいかもしれないですね。と毎回毎回同じことをしてるので、あ、じゃあ今からプレゼンするんだ、よし、今まで考えてきたことを自信持って発表しようっていうふうに私は思えると思います。私は緊張ジャンキーだからちょっと当てにならないかと。何ですか？
あでも緊張するイメージを大会2週間前からしてて、うん、なんかもうお客さん全員いるでわざとなんか鼓動を高めといたりするでそれで できるようにしとくから本番は緊張してなかったらミスするんで緊張してた方がなんか喜んでます、うん、まあ大事ですよねイメージトレーニング、うんうんうん、プレゼンの練習をするときに人がいるイメージをしてみてはいかがでしょうか、うん、30代女性会社員コンビニでのり塩ポテチを買って一袋一気に食べるのが毎日の楽しみですコロナの自粛で3キロ太りましたでも止められず太る一方ですお二人が食事制限をされるとき我慢するときにされていることがあったら教えてほしいですだって制限でも私食事制限は正直あんまりしないですね、うん、食べることなので食事制限し、うん、多分ストレスでもっと太りますなのでまあ一応自分の体重は毎日測るようにしてて食に関して感じることは好きなものを食べた分必ず動くなんか食事制限をしちゃうっていうのは自分の中では絶対もう無理って、うん、何回も失敗したの、うん、だからこそ、うん、じゃあポテチ一袋食べたんやったらポテチ一袋分もう絶対動いたろ、うん、食べた分だけ走る走った分だけ食べていいっていう考えでやってますガンガン消費していくとはいそしたらもう本当にプラスゼロなんであはい、そういうことか体重なんか私はビーガンになってから結構体重制限しやすくなったけどねやっぱり、うん、じゃあポテチのり塩食べたいんだったら、質のいいポテチのり塩を選ぶとか油のちょっと違うやつとか自分で作ってみるとかしたら変わるんじゃないでしょうか、うん、まあなんかスケートとかで人の上に乗らなくていいんだったら別に美しいいろんな形の女性でいいと思うけどまあでも痩せたかったら動きましょう葉月さんの言うように20代女性アルバイト私は漫画やアニメが大好きで現実とのギャップに耐えられず今の彼氏に何の興味も持ってなくなってしまいましたどうしたらいいと思いますかうわこれは難しい質問だだってそれ二次元完璧な人おるもんな比べちゃダメですねアニメとかあんま見ないタイプなのでそういう、うん、入り込むっていうことはあんまりないんですけど水野さんの方がなんかそういうものあるじゃないですかどうですかアニメめっちゃ好きだからな私オタだから普通になんかオタT着てたりするんで分かります気持ち完璧な人多いですだってルフィとかめっちゃ好きやもんめっちゃ守るもん人自分犠牲にして腕伸びるしでも腕伸びる人間いないんで、うん、彼氏作るのが全てじゃないですから、うんうん、好きなそっちに集中したいときはそっちに集中したいんだからもう存分に楽しんでください彼氏作りたいなと思ったらそのように動くのではなかろうかと、はい、だから見てるアニメを、うん、もう本意気に楽しんでくださいぜひ私も同じことをしてます20代女性会社員私は好きな人ができるとその人のことばかり考えてしまって仕事がおろそかになってしまいますかわいい、うん、でも仕事はちゃんとしないといけないのは分かっていますお二人は試合や練習に集中するためにどのように切り替えていますか私持ち込まんな結構なんかそれを頑張る過程にするっていうか私めちゃくちゃ多分自分で一途やと思ってて恥ずかしいんですけどそれこそ、うん、次例えば会える約束があるんだったらそのためにもう今日めちゃくちゃ頑張ろうみたいなはいいいねなんか向上するね、はい、このために頑張ろうってこの人のために頑張ろうっていう私は考えでいつもホッケしてますでは
最後の質問ですかね。40代会社員。私は昔から大きな仕事があるとき、なかなか眠ることができなくなります。永井選手、小松原選手は次の日大事な試合があるときってどうやって眠っていますか？まあ、まずは睡眠の質を上げるためにやっぱりまあ枕だったりこう、うん、だったりっていうのは自分に合うものを購入してますね。私は寝るために必要なことなので、やっぱりそれもパフォーマンスを上げることに必要だと思うんで、まずはそこから。あと最近やってるのは海の音とか自然の音を聞けるサウンドみたいな、ああいうのをなんか寝る1時間前くらいにちょっとパッて聞いて、すごい気持ちをこうリフレッシュさせたりとか、なんかすぐ寝つきが良くなったかな。うん、美里さんはどうですか？この間世界選手権マジで寝れなくて、でも寝れないって悩むと余計しんどいんで、あ、今日寝れんはもうしょうがないから、うん、あの目とか耳とか休ませれる、体休ませれるとか休ませようと思って、あーってやってみてはいかがでしょうか、うん、あとはなんか寝れない要因が、うん、ものによるけど、お昼にちゃんと日の光を浴びとくっていうのは、大事だったかなと思います。世界選手権の時寝れなかったの、結構その、うん、なんていうの、あのバブル式だったからさ、ホテルから出れないし部屋の中で、それでかかったのかなって今も実感してるんで、日の光をお昼にちゃんと浴びて体に朝ですよって言っとくっていう、いや本当に大事だったなと思って、私もやっぱ試合 前とか試合の時もそうですし、やっぱ朝にこう何時に起きてちゃんと日を浴びて一回で、うん、こう街づくり体づくりして夜しっかり寝れる体を作るので、うん、なんかその美里さんのやつにはすごく共感しました。ありがとうございます、うん、うちらさ、外のスポーツじゃないから、入っとこうと思ったらいくらでも屋内入れる。ビビった。そうなんです。ちょっと2人とも全然違う答えだったりとか、でも共感することがほぼほぼ多い。面白いです。うん、すごい葉月さんらしいなって思ったし、あ、これだから葉月ちゃんのこと好きなんやってすげえなんか思った。すごい好きって言われて嬉しい。すごい。ちょっとかっこいい選択する人だなと。でも夢叶えてるってそういうことなのかなとか。ちょっと頑張りますわ。ありがとうございます。出会っていただいて。いやいやいや、こちらこそ本当に誘っていただいて嬉しい。なんかオリンピックいろんな意見の人がいるかもしれないけど、本当にアスリートとしては心から尊敬するのみなので、まあいろいろあるけど、自分葉月ちゃんができることをぜひ存分に楽しんでやってください。葉月ちゃんの葉月キッチン、すごい上手なマフィンとか見たい人は下リンクを貼っておきますし、ぜひすごいなんか面白い考えとか元気出る言葉を葉月ちゃんはシェアしてくれてるので、みんな元気もらいに行こう。これからもよろしくお願いします。よろしく。第1弾葉月ちゃんでした。ありがとうございます。オリンピック頑張って楽しんで、はい、健康で頑張って